一緒に歌って踊ってください。ゲットセットゴー。
コマバンドが。すごいね。何それ。うん、また踊ってます。踊ってます。踊ってます。はい。一生懸命踊ってます。踊ってますね。何？あ、あれ？おとちコールが。持たされたんですけどこれ。あー、トビだ、トビ。トビ、トビ、トビ。トビの代わりに。やっぱりトビなんだ。マイクの代わりにトカチ。はい。ね、さっきお話しした、シックスノーツのお話ですが、はい、スタッフさんが急いで取りに行ってくれたので、はい、まだ、終わってから買えるということで、CD 届きました。はい、でね、今日から、3月21日の今日、ゼップ東京からリサがお当番で始まりましたが、はい、ツアー日程をお知らせします。次は、仙台で4月22日の日曜日に私のりえがお当番やらせていただきます。イエーイ。はい、シックスノーツの、曲を歌うので、ぜひぜひ仙台の方にも遊びに来ていただけたらなと思います。そしてその次は、はい、はい、4月30日祝日ですね、私南さやかが、ゼップ福岡に担当しますので、みんなもしよかったら遊びに来てね。遠いかな。はい、そのそしてそしてはい、そして、うん、はい、3番目、5月6日日曜日、ゼップ名古屋で、私有沢美晴が担当させてもらいます。やりーやりーやりー。はい、続いて、うん、5月13日、はい、私小坂龍が担当させていただきます。ゼップ札幌です。イエーイ。はい、北の地でガンガン歌ってまいりたいと思います、うん、ぜひよかったら皆様遊びに来てください、うん、よろしくお願いします。イエーイ。はい、一個飛ばして、はい、あ、そうでした。リサ、今日です。今日です。今日です。今日ですので。普通に待ってた。待たないでください。こうです。はい、やっと決まりましたね。はい、はい、6月17日これでも日曜日ですかね。日曜日、ありがとうございます。ゼップ大阪にてヨマが担当しますので、よろしくお願いします。イエーイ。はい、そんな感じで、はい、今日みんな、B4U T シャツ、はい、うん、はい、新デザイン着てまいりました。はい、今日売ってるんだよね。今日買える。あ、もう着てる人いる。いる。また。あ、ま、ねえねえ、早くでね、タオルもねあるよ。リハル逆に着てる。うわー、嘘。ちょっとリハル、ちょっとすごいわ。ありさーさん、リハル今ね、教えてもらったの。ねえ、誰これ、ありかなしかって言ったら、ありかなしかって言ったら、なしざーです。着替えてらっしゃる。いいの。それありさーじゃない。これありか。ありだよ、ありだね。このまま行こうよ。ね、うん、ちょっとありだ。違う、